はい、どうもこんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、AU 自分銀行、セブン銀行 ATM から入出金を行うだけで、現金1000円がもらえるチャンス、自分プラスの新ステージ判定期間も始まります。ということで、今回は AU 自分銀行ですね。この動画では、その AU 自分銀行とセブン銀行 ATM を使って取引をするとお得になるかもしれないということと、もうすぐあの自分プラスの新ステージの判定期間が始まりますよ、ということについてお伝えします。普段からですね、AU 自分銀行を使ってる方はもちろん、そろそろ思い越しを上げて、 自分銀行を使ってみようかなっていう風に思ってる方は参考にしていただければなと思います。それをいってみましょう。 ということで、まずはキャンペーン情報からですね、セブン銀行 ATM 限定、スマホ ATM の利用で現金1000円が当たるということで、実際の公式ページを見ながらお伝えできればと思います。まずこちらのキャンペーンなんですけども、抽選で500名様に1000円がプレゼントということで、かなりね、狭きもんではあるんですが、まあ、基本的にね、このキャンペーンはリスクなくね、参加することができるので、自分銀行を持ってる方はですね、サクッとトライできるかなと思います。このキャンペーン自体はすでに始まっておりまして、3月の31日まで開催中でございます。で、このキャンペーンの流れはもう至ってシンプルなんですけども、 もうセブン銀行 ATM でスマホ ATM の取引をしてそうすると抽選で500名様に現金1000円がプレゼントされるとこちらのキャンペーンしたら特にエントリーとかはないのでとりあえず取引するというところが条件でございますちなみにスマホ ATM とはという風に出てるんですが後ほどね実践するのでそちらを参考にしてくださいでですね今回その取引というところが条件ではあるんですが適用条件のところにこんな風に出ておりますセブン銀行 ATM にて au 自分銀行のスマホ ATM を利用して入金または出 金のお取引をいただくことと、これがね、条件となってきます。なので、ちょっとね、ここ米印でも出てるんですけども、現金のお預けでお引き出しであり、各種紹介、いわゆる残高紹介ですね、そういったものについては対象外ですということでございますので、あくまでも入金または出金をしてくださいということでございます。で、特定の適用時期については、2022年の4月下旬に予定となので、もし当たっていたら4月下旬に入るんですけども、それ自体は、この円普通預金口座にて入金されるみたいです。明細に にはセブン銀行でスマホ ATM キャンペーンという風に明細に出てくるみたいですねでですねこのキャンペーンに取り組む前に必ずですねこの入出金の手数料を事前に確認することを強くお勧めしますまあ、ほとんどの方がですね大丈夫だと思うんですけどもこちらね AU 自分銀行のアプリを開いた画面なんですが一応ねテスト用としていつも残高をこれぐらい入れてるんですけどもまだ自分プラスというのがリニューアルする前の状態で自分の手数料無料の回数って今どれぐらいなのかっていう風に確認することができますこの真ん中のところ ですね。自分プラス手数料無料回数を確認するというところをタップすると僕の場合この今自分プラス3っていう風になっておりましてこんな感じの手数料が無料になりますよっていう風に回数などがしっかりと出ております自分プラス3の場合は ATM の入金手数料が無料何度でも無料で、ATM の出金手数料が4回まで無料で、他行の振込手数料が1回まで無料と わかりやすい図がね、こんな風に出ております。au 自分銀行をメインバンクとして利用されてない方は、おそらくこの自分プラス1とかになってる場合が多いかなと思うんですが、そういった方でも、お預け入れ、いわゆる入金だけでも月1回までは無料で行うことができますんで、なので今回のキャンペーンの適用条件としたら、入金または出金どちらかね、行えばいいだけなんで、とりあえず入金だけするっていうのも一つの方法かなと思います。なのでご自身が現在のステージはどれぐらいになってるのかっていう風に確認した上でね、キャンペーンに参加してみてください。ではさ 早速ですね、セブン銀行 ATM 行ってきましたんで、サクッと取引してみたいと思うんですけども、まず今から行うのは、au 自分銀行から、セブン銀行 ATM で出金を行いたいと思います。その際はこの左上のスマートフォンでの取引っていうところをタッチすると、バーコードが出てくるんですが、一旦ちょっとこのままで、スマートフォンの操作に入るんですが、au 自分銀行のアプリからですね、右下にスマホ ATM というところがあるので、これをタップすると、こういったメニューが出てくるんですが、今回は金額を指定して出金というところですね、タップします。そしたらですね、まあ、いくら金額を下ろして、 しますかという風に入力画面が出てくるので、今回はね試しししににに1000とという風入力して次の画面に進むとカメラが起動しますでこのカメラでこのバーコードを読み取ると。そうすることで、この企業番号の8333というのが出てきます。で、これが出てきたら、今度はこちら側、ATM 側の操作で次へをタッチします。で、この8333を入力して確定をタッチ。で、確認画面が ATM 側で出てくるので、問題なければ右下の確認。そして、自分の au 自分銀行の暗証番号をここで入力して、これで問題なければ、1000円が 出てきたということでございます。もう、作業としたらですね、2分ぐらい出てきますね。めちゃくちゃ簡単です。で、次に、セブン銀行 ATM から au 自分銀行へ入金する場合なんですけども、これもめっちゃ簡単です。この左上のね、スマートフォンでの取引っていうところをタッチして、そこから先ほどと同じ画面が出てくるので、今度はスマートフォン側で、この入金というところですね、メニューでタッチすると、またカメラが起動します。このカメラでこのバーコードを読み取ると。そして、右下の次へをタッチして、確認画面が出てきて問題なければ確認。そして、手元にある線を入れて手を振ります。 問題なければ確認をタッチしてこれで入金ができたということですねなのでとりあえず僕はね出金そして入金のどちらともやったんですがこのキャンペーン自体はどちらかをやればいいだけなんでもしね自分プラスのステージが1とかの方はですね入金だけでも結構ですのでぜひトライしてみてくださいそしてまあちょっとタイトルでもお伝えしたようにそろ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 ねこちらの自分プラスのリニューアル4月1日からスタートなんですけども判定期間がですねそろそろ始まります今日動画をアップするのが2月の17日ということで判定期間が2月の21日からスタートして3月の20日まで が判定期間そこから4月から新ステージとしてスタートするということですのでもしね今のうちにステージを上げたい方とかがいらっしゃれば以前こちらの動画でねある程度そのプレミアムステージのやり方についてはお伝えしているのでぜひ参考にしていただければと思いますまあその動画の時でもお伝えしたんですが au のまとめて金利優位最大0.2%もね推奨してるんですけどもそれについてはこちらの動画で解説しているのでまあ、それぞれね気になる方は概要欄のリンクからそれぞれの動画見ていただくと嬉しいですでここまでやっぱお伝えしながらそろそろ au 自分 銀行の解説したいけど AU 自分銀行はポイントサイトの案件がないよねっていうコメントをちらほらといただきますそうなんですよねちょっと僕もポイントサイトを使い始めて僕の記憶の中ではまだ AU 自分銀行という案件を見たことがないんですよねわかんないです前あったかもしれないんですけども僕はまだ見たことないんですよねですがもし新規口座開設をされる方はこちらのキャンペーンが常時開催されているような感じではありましてこちらね以前動画で紹介したことがあったんですけども新規口座開説の お客様限定でチャージで貯まるポンタポイント還元プログラムということなんですけども一応ですね au 自分銀行から au ペイ残高にチャージで5%のポンタポイントがもらえるということでございます対象期間は口座開設月から翌月末までということではあるんですけどもこのキャンペーンめちゃくちゃ簡単にお伝えするとこの au 自分銀行を使ってます au ペイに5万円分をチャージしますうん5万円っていうと一瞬高いように思うかもしれないんですがここからですねお伝えするやり方であればリスクなく参加することができるんですけども このキャンペーンの付与上限というのは2500ポンタポイントとなっております。なので5万円チャージすることで5%。なので2500ポンタポイントまでゲットできるんですが、ここからなんですけども、aupay にチャージをして残高が余ればですね、よく動画でお伝えする自動払い出しっていう機能があるんですが、そうすることによってチャージして余った残高を au 自分銀行に手数料無料でに、ね、出金をかけることができるんですよね。これめちゃくちゃ強いんですよ。なのでチャージしたらそのまま aupay で使ってもいいんですけども、特に使いうでないなっていう方からすれば、そのままね、こういった方法で お金をねうまく回すことで2500ポンタポイントもゲットできるんでこれについてはねご自身の判断でお任せします、まあ、一応ねこういった方法あるんだよということで参考にしていただければ嬉しいですなのでまあ今現在はポイントサイト案件とかは出てないんですけども今作成される方でもお得な特典はありますよということの認識だけしていただければなと思いますそしてプラスアルファなんですけどもこちらもね以前ちょっと動画で紹介したことがあったんですけどもご家族ご友人紹介キャンペーンということで英雄自分銀行をご家族ご友人に紹介して合計で最大1万円分がプレゼントされますよということで こちらのキャンペーンについて、まあ、その時の動画のコメントでもあったかもしれないんですけども、僕のツイッターとかのリプライとか DM とかで、あとは Instagram の DM とかで、この AU 自分銀行を紹介してくれませんかっていう嬉しいメッセージをいただくことが結構あったりするんですよね。僕もねこんなに連絡をいただくとは正直思ってなくて、で僕も正直なところで,ですね紹介したい気持ちはめちゃくちゃあるんですけども、これですね。 紹介をしようかなと思ったら、いわゆるその紹介コード的なところが、僕の講座番号とか、プラスさらに僕の本名がね、載っちゃうので、これはどうしてもね、お伝えしたいけど、僕の名前を全世界にお伝えすることは正直なところちょっとできないので、そこがね、ちょっと申し訳ないんですけども、なのでもしね、始められる方は、一応周りに au 自分以降使っている方がいるかどうか確認してね、ご家族とかご友人に確認して、もしなければもう普通に解説するっていうことでもいいかなと思います。一応ね、こちらのキャンペーンも開催されてるんで、新規で 取り組まれる方はですね。まあこういった方法も検討していただければと思います。それではね。今日、動画の前半にお伝えしたキャンペーンのまとめです。セブン銀行 ATM と au 自分銀行の利用キャンペーンということで、現金1000円が500名様に当たると期間は既に始まっておりまして、3月31日まで開催中でございます。条件としては、期間中にセブン銀行 atm で au 自分銀行のスマホ atm を利用すること。その際に入金、もしくは出金のどちらかを行えば OK です。で、付与する日程として、2020年の4月下旬当選してた場合に、au 自分銀行の普通預金口座入金がされます。 注意点としたら残高紹介などはね、対象外でございまして、手続きの際は手数料で、先ほどみたいな方法で事前に確認することを強くお勧めします。まあそんなこんなで今回はセブン銀行 ATM と AU 自分銀行のキャンペーン、そしてもうすぐ AU 自分銀行の自分プラスがリニューアルする判定期間が始まりますよということについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ今回ね、このキャンペーンについては500名様ということでかなりね、この動画をアップすることでまたね、狭きもになる可能性もあるかなと思うんですが、それはそれでね、ちょっとしたポイ活感覚で ATM サクッとといいいいいいっっててねね取引すすするるぐぐららななんでで軽い感じで、ね、参加するぐらいがちょうどいいかなというどかに思っておりますそしてね、動画の後半でお伝えした AU 自分銀行の自分プラスの判定期間が始まるということについて、また改めてね、ちょっと別の動画で違うネタとしてね、ちょっとアップする予定でもあるので、それもそれでね、少し気長に待っていただければと思います。で、今回お伝えさせていただいたセブン銀行と AU 自分銀行のキャンペーンのリンク、そして動画内でお伝えさせていただいた過去動画のリンクと、他のね、ちょっとしたキャンペーンのリンクも概要欄貼っておきますんで、そちらもね、ぜひチェックして いただければなと思います。ということで、本日は動画は以上？ 今回ね、ちょっと久しぶりのローカルなネタでしたので、おまけをね、ちょっと作ったんですけども、こちら僕のツイッターフォローしていただいてる方であれば知ってるかもしれないんですが、福岡に住んでる方はこの西日本シティ銀行っていうのを知ってますかねいわゆる地方銀行の一つではあるんですが、そこがなんとね、スマホ ATM に対応して、それのキャンペーンというのが開催されてるんですよね。今現在その西日本シティ銀行のアプリを使ってスマホ ATM を利用すると、漏れなくなんと、セブンイレブンのマッフルコーンミルクバニラがですね、もらうことができるみたいです。これ3月31日 1まで開催されてるみたいでとりあえずこのキャンペーン自体は対象期間中に西日本シティ銀行のアプリのスマホ ATM から入出金取引を行った方ということでまあ、先ほどお伝えしたキャンペーンとほぼほぼ似てますねそうすることでこれの無料引き換え券がもらえるとシティ銀行アプリの登録のメールアドレス宛に受け取りを URL を送り,送りますということなんですが僕もねこれ一瞬おいいなぁと思って参加しようかなという風うに思ったんですよですけどもちょっと注意点が1個だけあるんですよいわゆる手数料なんですよね先ほどお伝えした au 自分 銀行とはまたちょっと違うんですけどこんな感じに手数料がしっかりとかかりましてこの NCB ポイントサービスのステージによって月に1回まで無料であったりとか2回まで無料とか3回まで無料っていうねこんな感じでもしね普段から西日本シティ銀行のこの NCB ポイントサービスを利用されてる方であれば無料でいけるとは思うんですけども僕はほぼほぼねもう使うことが減ってきてる銀行ではあるので取引をしようとしたら手数料かかっちゃうんでまあ言い方は変かもしれないんですけども使い方によってはちょっと損になっちゃう可能性も 出てくるんですよね。なので、もしこの西日本シティ銀行を利用されている方で手数料無料になりそうだなっていう方がいらっしゃれば、まあぜひね取り組んでみるのもありかなと思います。ですけども、本当ねこれを通して思ったのは、まさか地方銀行でスマホ ATM に対応してくるとは思ってなかったので、まあ、もしかするとね僕が知らないだけで他の銀行もねこういった取り組みをされているかもしれないんですけども、かなり意外だったなっていうことでおまけとして作らせていただきましたということで、ありがとうございました。